二代目、歌川国喜とは、江戸時代末期から明治時代初めにかけての浮世絵師。三代目、歌川報告の門人。本生は山田、名国次郎。和夫祭、一葉祭、葉祭とコース。深川後倉前町に住む。最初は二代目、歌川国光を名乗ったと言われているが定かではない。文久頃から二代目。 歌川国綱、または一蘭祭国綱と少子作画活動をし始め、慶応元年の頃になお国旗と改めたとみられる。国綱の時代には、風刺画や、怪動物、役者絵などで活動している。国旗となって、以降は四代目、歌川国正との合作、東京十二景をはじめとして、東京名所図絵、東京名称など、開会を描く。 東京汐留鉄道蒸気車通行図のような鉄道へもかなり多く蒸気機関車の描写は他の絵師よりもずっと聖地に観察して描いている。幕末から明治初期の開花の風物を描いた作品は資料的に注目すべきものである。1873年には文部省が教育目的の西絵104枚を発行し、文部省製本書発行機との主因が押され、 うち三十枚は、要、最国旗のものとある。去年四十五歳。墓所は、東京都江東区亀戸の宝蓮寺。法名は、円水道神寺。子孫は、萩尾田として、現在に至る。越後国上杉影勝家徳総合戦二代目国旗が、新潟県立図書館所蔵。ありがとうございます。